日立情報通信エンジニアリングバドミントン部では新型コロナウイルスに感染しない、させないということを強く意識し、ソーシャルディスタンスを保ち、手洗い、うがい、検温など最大限の感染予防に努めながら日々練習に取り組んでいます。今年度は新メンバー下上選手、野村選手を獲得し、また新たに大島コーチを加えた新体制で活動しており、チームの運営方針や目標達成に向けて一人一人が今何をすべきなのかをしっかり考え行動するとともに、従来通りのハードな練習に加え、これまで多くの時間を費やすことができなかった体幹やバランス系のトレーニングにも積極的に取り組んでいます。残念ながらチーム方針でもある地域貢献活動やジュニア育成の育成活動については新型コロナウイルスの影響で自粛しておりますが、収束後は地域の活性化やバドミントン競技の普及に貢献できるよう微力ながらも再開していきたいと思っています。最後に、現在は各種大会が中止になり、ファンの皆様へプレーをお見せできないのが非常に残念ですが、大会再開後にはレベルアップした姿を必ずお見せし、バドミントンの素晴らしさや夢と感動をお伝えできるようチーム一丸となって頑張ってまいりますので、今後とも日立情報通信エンジニアリングバドミントン部の応援をよろしくお願い申し上げます。